本日は日本人の算数数学の学習時間についてお話しさせていただきます対象としているのは生徒ではなくて保護者家庭あるいは教育に興味がある子たちですねそれに向かって講義をしていきますまず結論から申し上げますと日本人の算数数学の学習時間を数計したものがこちらです18歳までの算数数学ですねの学習時間は1000時間 一番下限が1000時間で一番上側になると、まあ、3000時間を超えるということをまずお話しさせていただきます、えー、なぜそのように言えるのかということをこれから順番順番に説明あの申し上げます、えー、まずこちらをご覧ください こちらがあの日本の公立学校ですね、えー、小学校、中学校、そして高校と、えー、通った場合にですね、受けられる数学の授業の時間を、えー、まとめてみました、まあ、左側が小学校、えー、真ん中が小学校プラス中学校で、右側がまあ小・中・高の、えー、3つの時間ですねで何を根拠にあのこの時間数をまとめているかというとあの単純に授業の時数です。 学校に行って、えー、机に座って机じゃないです、ね、学校に行って、えー、授業中座って、えー、黒板を見ているでとにかくその場所にいるっていう時間ってどれぐらいなのかと一般的には、えー、教育分野ではの授業駒っていう言い方をするんですね。 えー、2017年現在、えー、と小学校が1コマ45分で中学校以上がまあ1コマ50分あの大学はちょっと置いといてですね、あのーまあ、中学高校があの1コマ50分というふうに計算しているんですねそれで、あのーまあ、これ便利なので普段はあはコマ数であの授業を計算するんですよで今回はあの一般の方向けのお話としましてあのコマ数ではなくって私これ計算してあの実時間に戻しております なののでで実際にあの何時間というものです。例えば、1時間は60分ですし、0.5とあるのは、まあ、あの30分と、えー、まあ波数になっております。まあ、こちらのほうが見やすいと思いまして、あの計算させていただきました。えー、それでですね、えー、まあただ学校に行って授業に座って、まあ、卒業の必要の単位を得るというところになりますと、大体いい1000時間ちょっとで、あのどの人も高校卒業資格が取れるというふうになってるんですね。 これ当然あの宿題の量とかあの自分の家に帰ってやる宿題とか家庭学習っていうのはあの入ってないですとにかく学校の授業にいたという時間ですねそれでどこまでをまあ数学の範囲と今回は区切っているかと言いますと一応文系で必要な数学 2B までですね 理系の方はこれに数学3とか数学 C とかあるいは情報の勉強なんかも入ってくると思うんですけれど日本人全体より広い日本人ということを想定しますととりあえず数学 2B までということで切らせていただいてます。でまあそうしますと数学 2B までとにかく学校に行っていると。 だいた1,200、1,400、まあ、1,500ぐらいなんですけど、まあ、実質的にはあの数学 1A までであの数学の勉強を止まってしまうという子たちもいますので、まあ、その子たちのことを考えますと、まあ、高校卒業までにまあ1,000時間がある種の最低ラインなのかなと思っております。 逆にあのこれ以上学校で勉強しないとなるとまあ多分ほとんどあの基本的にテストは家庭になってしまうということがあると思うのでまあ1000時間は下回らないかなと思っておりますここまでがえまずはえ基本的な時間ですね続いてこちらの図ですねあの当然学校の勉強だけで数学の勉強が終わるわけではなくてですねあの当然家庭学習まあ宿題ですねえが出されます そして家庭学習をとにかく1回の授業ですね1回の授業について30分分出していくとえまあ6歳から18歳までえ小学校中学校高校でえどれぐらい学習時間が変わるのかというのをこちらであの推計しておりますでまあ見ていくとまあ宿題30分だとまあ割と増えるんだなというのがあの実感だと思います先ほどどもあの申しし上げましたけれどあの 数学の1コマ分1回分の授業って小学生だと45分中学生だと50分え学校があの税金を使ってやっていただけるわけですねでそれに対して宿題1回の授業で30分っていうのは割と45分に対する30分50分に対する30分という形で割と結構なあの時間の増量になるんですね ある意味では数学の中であの導入授業最初にこういう数学の法則がありますよとか解説受けるところ以上に練習ですよね自分でできるようになるっていう練習が割とあの時間の多くの割合を占めていてその割合についてまあこんな感じで30分という設定するとこういう時間像になっております 続きまして、まあ、30分がちょっと宿題の時間あるいは家庭学習の時間として少し短いのであればじゃあさらに2倍にして、えーですねえー、時間を60分にした場合ですね、えー、そうすると、えー、18歳段階で算数数学の、えー、全体の学習時間がどれぐらいになるかというのが、えー、とこちらの図になりますでこちらの図になるとまあ皆さんのどうでしょう感覚にだいぶ近くなってくるのかなと思ってます もちろん夏休みとか冬休みとかあるいは受験があるとかあるいは定期テストがあるとあのそういったことであの時間数って年間であの相当偏りはありますあるんですけれどとにかく鳴らしてみて1回の授業50分受けたら60分自分で勉強してみると相手から50分相手が何かしてくれるそしたら自分は60分分えーとそれができるようにするとまあ授業と演習という言い方をするとも思うんですけどまあその演習の時間60分とって 自分でやってみたらこんな数字になってるんですね。でそうするとまあ面白い数値が出ていまして、えー、と18歳の段階でですね、えー、と数学の 2B まで、まあ、しっかりと演習が終わっている毎回の授業終わったら60分だけ復習するそうすると3000時間近くまであの学習時間ってまあ出てくるんですね。 でこれ私もあの推計とってみて、あのー、おって思ったところではあるんですよ。まあ、教育分野といいますかあの能力開発の分野ですと、まあ、一番有名なのは能力開発ってあのスポーツや芸術の方が、あのー、はっきり言って勉強とかよりもまあ研究とか進んでると思うんですけど一つの分野って、まあ、大体3,000時間ぐらいやると、まあ、本当にその分野の土台ができてある程度、えー、どこで何が起こっているかその分野に精通できるっていうふうにまあ 言われてる噂をね、私も聞いたんですよ。まあ,あくまで噂の段階だったんですね。で、ところが自分でまあえっと教えてみる、そして自分であの推計しとってみると、やっぱりあの数学の土台基礎ができるのって、あやっぱり3000時間ぐらいかかるんだなと、あのいうふうにあの非常にあの納得できた次第です。 これまでのの議論をててまとめまままとと、めすす。こちらの表に戻ってきます、ま、ず全く勉強しないあるいはギリギリ高校卒業するっていうぐらいだと1,000時間ぐらいあれば数学1へ終わりますよっていうことなんですね。でまあ次が30分やるとこれぐらいで60分やるとまあ大体3,000時間ぐらい。 なるで多分理系の方や、えー、あるいはもっともっと数学勉強したい方はこの3,000時間を突破していくあるいは中学受験高校受験、えー、あるいは大学受験で、えー、まあプラス300から400時間ぐらいはあの多分あるのでまあ大体3,500から4,000まで18歳段階でピークを迎えるんじゃないかと。 でそうすると、えー、多分この世界にあるいろんな物事を数学的に見ていく、えー、そういう基礎的な能力というのは、えー、もう養われるんじゃないかなと思っております。なぜまあこういう話をしているかと言いますと、あの数学の能力っていうのはあのー、文系が数学やらなくていいとか、理系だから数学大事っていうのって、あのー、ちょっと強い言い方をしますと、まあ、割と現代的じゃない言い方だと思うんですね。と言いますのも、 あの現代では文系でもプログラミングやコンピューターの知識、えー、そして統計ですね、えー、統計学の知識、えー、そしておそらく、えー、と物事の背景にある、えーとまあ、数学的なそう専門的な言葉や数理的な法則なんですけれど、まあ、数学を用いて、えー、と物事の法則を理解するっていうのはあのすごい大事になってきてるんですねなのでまあ一つ目標として3000時間そして1回導入授業を受けたら まあそれと同じ分ぐらいの時間ですよねは自分で演習してみるっていうのがあの大事なんじゃないかなと思っていますえ本日はえ日本のえ算数数学の学習時間をまとめてみましたえご静聴ありがとうございました。